サッカーを生きがいとする皆さん、こんにちは。どうせなら青空の下でプレーしたい、そういった選手たちの願いが通じたのか、見事に晴れ渡っております。試合が始まりました。ボールと選手がゆっくりと動き出します。右を守るのがオーストラリア、左にエンドを取るのがユーゴスラビア。早野さん、試合が始まりましたね。大観衆の中でプレーですから、まずは落ち着くことが大切だと思いますね。体で止めた。敵の攻撃に対し全身で立ち向かい、これは外れました。外れはしましたが、このシュートで何かが変わるかもしれませんね。うおっす。一旦ボールを下げます。まあ無理をして攻める必要はありませんよ。ここからどういった展開を見せるのでしょうか。最後は誰で来るんでしょうか。さあ、どこにパスを出すの。ラインを割りました。チャンスを作ることができるのでしょうか。さあ、ドリブルで上がっていく。一気にゴール前に送った。さあ、ドリブルで上がっていく。前に出した。さあ、ドリブルで上がっていく。あっと、ファールを取られました。イエローカードが出されます。ファールの中にはいろいろありますが、ちょっと今のはやりすぎですね。この位置から打ってきた。前に出します。シュート。キーパーユーゴスラビア、コーナーキックを得ました。ニアかファーか、それともショートコーナーで来るのか。ミスキック、ゴールを大きく外しました。チャンスと見たらとにかく打つ、それもまあ大切ですね。ここで緩急の変化、チェンジペース。いった。キーパーダイレクトでキャッチです。この程度のシュートではどのキーパーからもゴールは奪えませんよ。うおっす、うおっす、うおっす、うおっす。前半終了直前、オーストラリア。さあ、試合再開のキックオフです。右へパス、これは完全に読んでいた。ドリブルで持ち込みます。前半終了、オーストラリア1点リードで後半。さあ、90分の戦いの後半戦、その45分の開始です。早野さん、前半戦をどのようにご覧になりましたか。ありきたりな表現ですが、次の1点ですね。まあそれしかないでしょう。ナイス。オーストラリア、コーナー蹴るのはクルクリエ。左足のキックにはかなりの自信を持っています。キーパーキャッチ。あれではキーパーに取ってくれと言ってるようなもんですね。ドリブルで持ち込みます。キーパーフィッティング。オーストラリア、コーナーキックです。蹴るのはクルクリエ。ゴールコンユーゴスラビア、ゴールキックで試合再開です。ここで笛、ファールのようです。オーストラリア、この位置から試合再開です。あ、倒された。笛が吹かれます。主審の手に握られた黄色い紙、イエローカード警告です。子供たちにはあまり見せたくないプレーですね。ユーゴスラビア、ゴールキックで試合再開です。ユーゴスラビア、ゴールキックで試合再開です。ドリブルで攻め込みます。シュート、決まった。ナイスゴール。後半戦中盤、オーストラリア、まだ鳴り止まぬ歓声の中、試合再開です。右へ。さあ、自ら攻め込みます。これはいけない、ファールが取られます。イエローカ。さあ、この位置からどういったサッカーを展開してくるのでしょうか。
強引に行った。ゴールを捉えることはできませんでした。チャンスと見たらとにかく打つ、それもまあ大切ですね。狙った。右へ出します。左へ送ります。右へ、うん、押す。ドリブルで切り込みます。最後は誰で来るんでしょうか。右へ、チャンス到来。いった。キーパー難なく抑えました。まあキーパーがすごいんだ。ここでホイッスル、試合終了。2-0オーストラリア、この試合を見事に制しました。本日のこの試合解説、you